また中国海軍が日本の海をうろついているみたいだね。今回はロシア海軍の艦艇もいるみたいだぜ。ほんとあいつらはよその海を我が物顔で航行するのが好きだよね。国民からすれば危機感が薄いだろうが、自衛隊や海上保安庁の人々からすると気が気じゃないだろうな。ほんと日本の平和を守っている人たちには頭が上がらないよね。気苦労も絶えないだろうし、お疲れ様って思うよ。そうだね。さて今回は、中国海軍とロシア海軍の艦隊が伊豆諸島近辺を航行したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。実は2021年10月21日の午前4時頃に中国海軍と露国海軍の艦艇合計10隻が、伊豆諸島の須美寿島と鳥島の間の公海上を西に航行して、須美寿島の南西50から 100km の海域において両国のフリゲート艦からそれぞれヘリコプターが発艦したため、その際に今回の両国海軍艦艇によるこのような動きは異例のことで、高い関心を持って注視しており、警戒監視には万全を期していると述べ、今回太平洋に現れて伊豆諸島近海を航行した両海軍の艦艇は18日に、津軽海峡を通過しており自衛隊が警戒監視を続けだけに止まったものであるけど、ここに至るまでの経過は以下の通りだね。中国海軍の艦艇に関しては2021年10月11日に対馬海峡を通過して日本海へ進出した6隻は、連配級ミサイル駆逐艦1隻、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦1隻、チャンカイ2級フリゲート2隻、フチ級補給艦1隻、ダラオ級潜水艦救難艦1隻と思われるよ。上記の連配級ミサイル駆逐艦は、NATO においては1万3000トンの排水量からミサイル巡洋艦と定義されており、当時対馬海峡を通過した艦艇は1番艦のなんちゃんだな。その後も中国艦隊は10月14日から17日にかけて、日本海北部にあるロシアのウラジオストック沖でロシア海軍との合同訓練海上連携2021を実施しており、ロシア軍機関紙や中国の環球時報が報じているんだ。この共同訓練で露国海軍からは、ウダロイ級駆逐艦アドミラルパンテレイフ、フリゲートアルアルチデンザポフ、キロ級通常動力型潜水艦ウスティーボリシェレツェク、その他に掃海艇、ミサイル艇、潜水艦救難艇など8隻以上が参加したみたい。また、ロシア空軍戦闘機や海軍航空部隊の航空機が参加し、中国海軍からは対馬海峡を通過した6隻に加えて艦首不明の通常動力型潜水艦1隻が参加していたんだって。この海上合同軍事演習は2012年以降実施されているもので、2016年南シナ海、2017年オホーツク海、2019年は黄海でそれぞれ実施されていて、当初は通信訓練や艦隊連携行動などの簡素な感じのものだったんだけど、次第に戦術訓練として軍事色が濃くなっていき、今年度は水上艦による艦砲射撃訓練に対戦線訓練、機雷掃海訓練などの共同訓練を実施した模様となっているよ。日本とアメリカが連携を密にしていくように、中国とロシアも協力体制を強固にしているってことか。しかし本訓練について中国とロシアの報道においての違いがあり、ロシアメディアら両国の通常動力型潜水艦が参加していたことを公表しているのに対して、中国メディアら潜水艦の参加を一切公表していないことが実は密かに注目されているぜ。中国海軍の潜水艦が日本海で活動していることが報道されたのらおそらく今回が初めてのことであり、それを中国柄が報じていないのら二国潜水艦が日本海で活動していることを隠しておきたかったからだろうな。10月11日に対馬海峡を通過したことも防衛省の発表では潜水艦の存在を公表していないけど、別行動で日本海に入ったとしても対馬海峡の動向を把握しているはずだし、あえて公表しなかった理由について憶測を呼んでいて、国際海峡とはいえ中国の潜水艦が先行して通過したことを国民にはしっかりと伝えるべきだったのではないかな。なお、15日にはロシア国防省が日本海で米海軍駆逐艦が演習を妨害し、ロシア領海内に侵入しようとしたがそれを阻止したと発表したけど、米海軍はこのことを完全否定しているよ。領海軍の艦艇は合同演習を、中国海軍のナンチャン、ルーヤン3級ミサイル駆逐艦、チャンカイ2級フリゲート2隻とフチ級補給艦の5隻に、ロシア海軍のウダロイ級駆逐艦アドミラルパンテレイフとその同型艦1隻、ステレグシティ級フリゲート2隻にマーシャルネデリン級ミサイル観測支援艦マーシャルクルイロフの5隻が加わり、総勢10隻で10月18日に津軽海峡を通過して太平洋に進出しており、間近で見た民間人がいたなら恐怖を感じただろうね。これに対して自衛隊は18日午前8時頃、
北海道奥尻島の南西約 110km において10隻からなるこの艦隊を確認。青森県八戸基地所属の海上自衛隊第二航空軍の P3C 哨戒機と、北海道函館基地所属の第45掃海隊の掃海艇伊豆島青島が情報収集と警戒監視に当たっており一触即発を感じたよ。中国海軍艦艇とロシア海軍艦艇が共同艦隊を組んで津軽海峡を航行するのは今回が初めてのことであり、日本海での合同演習の延長として両国海軍が緊密な関係にあることを強くアピールすることが目的だと言われているんだ。これらの行動は海洋進出を企む中国を意識した多国籍海軍による、合同演習が大西洋や南シナ海で頻繁に実施されていることへの対抗措置であるとされているみたい。中国共産党系報道機関の環球時報が19日に発行した電子版では、津軽海峡通過について中国海軍とロシア海軍が初めて合同で実施した海上戦略巡航であるとした上で、アメリカやその同盟国、友好国への警告であることを強調していたね。当時、ロシアのプーチン大統領はアメリカのテレビ局のインタビューの中で、アメリカ、イギリス、オーストラリアによるオーカスについて触れており、これが創設されたことで地域の安定を損なっていると述べ、中国に対して同調する姿勢を明らかにしたんだ。これらの中国海軍艦隊が対馬海峡を通過後にロシア海軍と合流して伊豆諸島の間を通過するまでの一連の事態は、明らかにクアッドやオーカスなどの中国包囲網に対して、ロシアと共同で立ち向かう姿勢を示しており、南シナ海、東シナ海、日本海、太平洋において中国海軍とロシア海軍が協調できることをあらわにしているってわけ。まるで過去の2つの世界大戦や、かつての東西冷戦を思わせる同盟対同盟の衝突となる可能性を秘めており、危険な脅威を感じてしまい、日本にとって両国の艦隊が津軽海峡や伊豆諸島間を脅威することについて、軍事的には大きな意味を持つものではないらしいが、自衛隊が中国だけでなくロシアの存在を改めて意識しなければならないな。この先、中国とロシア領海軍が合同もしくはロシア海軍単独で、日本海や太平洋に進出して牽制する可能性も自衛隊は視野に入れておかなければらなく、日本にとってロシアが厄介な存在になることは間違いないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。あれ？あいつは？たまには俺にも雑学させてくれよ。今回の雑学は、これだ。飼い主かよ。わかった。次は譲るよ。やったーなら今回は静かにしてるぜ。話がずれちゃったね。改めて今回のテーマは、オリンピックについてだよ。オリンピックか。北京オリンピックメダル獲得数はすごかったよね。そう、そのメダルなんだけど、銅メダルはもちろん銅でできてるし、銀メダルは銀でできてるよね。何当たり前なこと言ってんだよ。雑学の勉強へのしすぎで頭おかしくなってんじゃないのか。なら金メダルは当然金だと思うよね。そんなの当たり前に決まってるじゃん。それがね、実は金メダルは銀でできてるらしいんだ。そんなバカな、金じゃねえじゃねえか。僕もその情報を見た時は驚愕したよ。ならびっくりしてるとこ悪いんだけど、今日の動画はおしまいだよ。また次の動画期待していてくれよ。また見てね。金じゃなかった。銀だった。どんな味がするんだろう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 。